驚かせてしまい申し訳ない。聞きたいことがあって彼方から来ました。こちらにどうぞ。どうぞ。ああ、どうも。怪しいものではないです。それで何が聞きたいんですか？私たちは何のためにいるんでしょう。え、何です？いや、そんな重い話かされるとは思ってなかったから。で、なんだっけ、なんでいるか。そうです。じゃあその前にいろいろ聞いてもいいですかね。お願いします。じゃあまずお名前は。どうぞ。地球基準で置き換えれば Y514 です。それが名前？そうです。誰一人同じ名前はいない。それだと覚えるの大変じゃないですか。どんどん桁も増えちゃうし。そんなことはないです。私たちの頭には記憶装置が取り付けてあるので、どんな風でも覚えることができます。ああ、なるほど。でも数学だとなんか冷たい感じしません？そんなことはない。わざわざ考える必要がない。その点で数学の方が便利です。じゃあ好きなこととかは？ないです。いや、なんかあるでしょう。本当何でもいいんで教えてくださいよ。本当に思いつかない。好きとかそういったものは随分前に久々聞いています。なんで捨てちゃったんですか？冷静な判断ができなくなる。だから捨てたと。じゃあお仕事は何されてるんですか？仕事はないです。私たちの身の回りは全て機械によって作られています。だから互いに差がありません。よって争いがない。そして死ぬこともない。素晴らしい街です。死ぬことがない？そうです。私たちの科学力をもってすればこれくらいのことわけないのです。どうです、素晴らしい技術でしょう？いや、そうでもないんじゃないですか。どうして？いや、これに限った話じゃないんですけど、そんなの嫌だなって思って。忘れることがなければ余計なことに時間を費やすこともないし、全て機械によって統制すれば不平等にもならない。秩序が乱れることもない。死ぬことがなければ恐怖もない。素晴らしいです。面倒くさいのわざわざやるからいいんじゃないか。あれが面倒だからあれ作ろうとか、不便になったらもっと楽に便利にすればいいとか、キリがない。私たちの科学は失敗などありえない。どんなことでも無駄を省き、最短の目標で到達することができる。過程が大事なんじゃないか。努力があればあらゆる問題に対処できる。どんな命でも助けることができる。なければ苦しんでいるのをただ黙って見ているだけしかできない。さっき君は過程が大事と言ったが、その結果死んでもよかったと思えるのか。そんなこと、評価に値するのは劣化のみ。私たちは最良の選択をし、最良の結果を得てきた。これは間違いか？そんなことない。お前の言ってることは極端すぎる。結果をないがしろにするわけじゃないんだ。結果だけに固執するのはつまらないし、さっきも言ったけど、過程を楽しむことが大事なんだ。科学による進歩こそ意識ある生命の究極の目的。そのために私たちは長い時間をかけてこの宇宙の様々な謎を解いてきた。君たちの世界もかつての私たちと同様だ。真理は簡潔さの中にも存在する。進歩を求めるなら余計なものはいかないだろう。確かに科学の進歩は俺たちを豊かにした。でも最近はそれを見直す声もある。やりすぎは良くないんだ。そうか。それが君の答えか。そうだよ。よろしい。君たちは私たちと違う道を行くということだ。私は干渉しないことにする。これで終わりにしよう。君と話ができてよかった。それから一つ君に頼みがある。聞いてくれるか？少しなら OK だよ。これを持っていてほしい。できるだけ肌に離さずに。お願いする。ああ、いいよ。でもこれ本当に何なんだ？機械にも見えるけど。続いてのニュースです。
大手 ICT 企業のマトリックスが先日 GPS や人工知能を用いた生活補助ソフトウェアを発表しました。これにより私たちの生活はより豊かなものになるとマトリックスは述べています。